阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはタイガースの先発西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。よく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インコース思わずバットが出ました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インコース落としました。3ボール2ストライクです。できましたが三振、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田、千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは田淵。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。インサイド落ちました。ボールカウントは2ボール2ストライクです。打ちました、流しました、レフトに上がった。バッターボックス坂本、2アウトになっています。初球ボール、156キロがいきなり出ました。キレがありますね。いいコースに決まりましたね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。これが4球目。いい選球眼を持ってますね。膝元、変化球がわずかに外れています。インコース詰まりました。さあ、これからベイスターズが守備につきます。糸井が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これが2球目。外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。ボールですか。はい、インコースわずかに外れてボール、ストライクが入りません。外れました。先頭バッターを歩かせます。打ちました。さあ、そしてバッターボックスには王が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナー、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。バッターは4番大谷。ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの時、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。まずは見送り、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですか。ランナーに神経を使いながらの投球になります。6番バッター落合。ベイスターズこの回2点を失っています。さあ、先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンド、まずはインコース、ちょっと高いですね。
できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インコース打ちました。いい当たり。さあそして打席には坂本が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど。そうですね。初球は大きな変化球、ボールになります。いや素晴らしいコントロールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。このスライダーは外れます。さあ4球目は何か。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。ランナースタート。ストレート打った。大きな変化球、ボールになります。鎧球わずかに外れています。これが3球目。チェンジアップには反応しません。ボールです。ストライク入りません。フォアボール。ここは勝負を避けた形です。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。ストレート打った。ついに最終回を迎えました。追いかけるベイスターズの攻撃。打席には5番バッター丸。ベイス初球打ち。打順は5番吉田。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目。初球空振りです。いいまっすぐですね。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。打ちました。打ちました。バッターボックスには6番浅村。ツーアウトランナーありません。初球絡みです。155キロです。振り遅れてますね。ここは際どいところに打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を。ライト方向を流しました。これで3アウト。試合終了になりました。残念ながら